早いわね。鉱山で山火事は何をしていたのですか？言ってなかったかしら。じゃあ手短に言うわね。地下にはもともとたくさんの鉱区があったんだけど、ここ数年劣化の侵食が広がったせいで多くの鉱脈で採掘ができなくなったの。私たちが行こうとしてる鉱区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが拠点にしたほどだから。流浪者といえば大抵はおとなしいんだけど、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういう奴らは鉱夫たちと3日に一度やり合って彼らの物資まで奪っていく。ま、これは子供の遊びみたいなものだけど。でも今回は違った。2日前に突然、鉱夫と流浪者の間で大規模な衝突が起きたの。それはひどいありさまだったわ。鉱区は地下にとっての命綱よ。地髄の供給を保ってこそ、地上と物資を引き換えられるんだから。事態を収めようと、ボスは遅延を鉱区に駐在させて、私に町の治安を任せたの。でも、状況はどんどん悪化してる。私も支援に行かないと。了解した。さあ行こう。そうだあんた。あんたの処遇は、ボスに会って決めてもらうからね。いいわ。私もちょうど仮想部を率いる人と会ってみたかった。ふん。いいでしょう。あんたもその目で仮想部の惨状を見届けるといいわ。お医者さん？ナタまでここにいるなんて、予想以上に事態は厳しいってことね。ナタ！ナタまで来てたのね。ボスは？ゼール、それに散歩のお客さんたち、もうゼーレと知り合ったのね。オレグは見かけなかったわ。鉱夫たちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。待って、これらの人、鉱夫とその家族たち、ことを起こしたゴロツキを探しに来たの。もう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど、今は入り口を封鎖してる。怒りに満ちた鉱夫に復讐されるのが怖いんでしょうね。今回の衝突でたくさんの人が怪我をしたと聞いて助けに来たの。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。見積もってみたらこの30年間で一番多い埋蔵量だったとか。マジ？そんなでかいニュース全然聞いてないわよ。みんな秘密に従ったからよ。多くの鉱区が劣化に侵食され仕事をなくした。このことが公になったら鉱夫たちに大混乱を引き起こすわ。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで鉱夫たちも我慢の限界が来た。静脈はそれを発見した人に属するべきです。確かにそれが地下のルール。でも流浪者たちが見たものにも所有権があると騒いで、結局激しい衝突が起きてしまったの。ひどい惨劇だったわ。で、君たちがここにいるのは問題の解決を手伝うため？いいや、それが目的ではないわ。ボスに会いたいって言うから私が連れてきただけ。頼み事があるなら手を貸すぐらいできるわよね。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。私たちは喜んで助けてくれました。へえ、それは親切に。私は君たちを心優しい人だと思うの。見ての通り、地下は今厳しい状況だわ。もしよかったらここの住民たちを助けてあげてほしい。
こんなところでよく寝れるね。すっごい。ほら起きて、お尻にキノコが生えちゃうよ。何？キノコスープ？キノコスープはどこだ？え？ジェールさん？こんなところで寝るなんてありえない。命が惜しくないわけ？さっさと休憩所に避難しなさい。避難？あ、そうだ、どこぞのゴロツキが現れて採掘チームとやり合って、俺すごく眠かったからすぐそいつらに捕まっちゃってさ、遅延が助けてくれなかったら今頃きっと丸裸にされてた。ちょっと待って、彼らはあなたの服を着ていますか？これら？奴らのやることだからな、何でも奪いやがるんだ。遅延がなければ大コークは完全に奴らのものになってただろうな。あれ？そういえば遅延の人は？まさか奥に行って奴らとやり合ってるのかな。どうやらボスはすぐ前のようね。あんたは休憩所に行きな。またチンピラに絡まれないようにね。ああ、起こしてくれてありがとう。休憩所に戻ってまた寝るよ。あの子、第一採掘チームのエレインよ。急ぎましょう、怪我をしてるかも。エレイン、大丈夫？怪我したの？ゼール、ありがとう。大丈夫よ、ちょっとくじいただけ。ちょうどいいところに来てくれたわ。あの流浪者たちにずっとロボットのことを聞かれてたの、本当に知らないのに。あ、まだ中の状況を知らないのね。大コークの行動はすでにロボット軍団に占拠されたの。採掘チームも流浪者も近づけないわ。3つ目の勢力、ロボットが現れた。人間同士の戦いってちょっとありきたりだなって思ってたんだよね。ロボットがどこから来たかもわからないのか？最初は採掘機械の故障かと思ったんだけど、あのロボットは採掘チームの資産じゃなかった。どこから湧いてきたのか、急に私たちと流浪者を取り囲んで行動への唯一の道も塞いでしまったの。多分誰かがトリックをしているのですか？きっと採掘チームの人じゃないはず。採掘機一台でもしんどいんだよ。なのに同時にあれほどの数を操作できる？無理な話ね。じゃあ答えは一つね。スバローグ。スバローグ？聞いたことあるような。ファイトクラブで倒したロボットは覚えているか？あ、そうだ、スバローグさんのロボット。スバローグってどんな人なの？説明すると長くなるわ。要するに厄介者よ。まずは他の人を探しましょう。エレイン、自分で休憩所に戻れる？大丈夫よ。ゼーレも皆さんも気をつけてね。人類に敵対するロボット、こんなの初めて。ロボットは何があっても人類の命令に従うんじゃなかったの？このエレベーター壊れたのか？なんで反応しないんだ？もういいって。降りたところでどうするんだよ。ロボットに殺されたいのか？でもこのまま引けば儲け話はどうなるんだ？バカタレが、コーフたちから奪えばいいじゃねえか。この目で見たぜ、地図を袋に入れるところな。今がチャンスだ。ナイスアイデア。採掘チームを狙うなんてずうずうしい。片付けが必要みたいね。12 seconds later。
から尻尾を巻いて逃げ出す。所詮その程度ってわけね。あれ、これなんだろう。さっきの人の落とし物かな。何これ。ピピ、使用可能なユーザーを検索。ピピ、声紋を検出。声紋の ID 情報を取得。なんとよそ者なのですね。どういう状況。これが喋ってるの。それにうちらがここの人間じゃないって分かってるみたい。この世界の技術ではないだろうな。見ろ、外郭にスターピースカンパニーのロゴが入っている。もしかしたらかつて宇宙を旅した人々がここに残した骨董品かもしれない。ビビ、あなたこそ骨董です。あなたたち全員骨董品です。ビビ、いい、もういいです。よそ者、あなたたちはスターピースカンパニーを知っているのですね。それならいいのです。ビビ、自己紹介。私はホーム用探索機リチャード、バージョン 0.63 専門型デラックスエディション。あだ名はチャーリーです。ホーム用探索機。カンパニーってそんな商品も出してたんだ。ビビ、本機はノウハスキャンモジュールが破損しています。本機をスターピース電機にお持ちいただくと、お約束の保証期間232年と84日以内に無料保証メンテナンスが受けられます。よそ者、スターピース電機に私を持って行って修理に出してください。なんだ、壊れてるんだ。どうする、一緒に持っていく。それを取りましょう。多分それはある程度の使用かもしれません。ビビ、そう、それでいいのです。何か探し物があるときはチャーリーに声をかけてください。弱い者ばかりを狙う癖して、スバローグの手下どもの前では何一つできないんだね。根性っていうものがありゃしない。ふざけんな、ロボットとやり合ってどうする。お前らこそ善人ぶってこんだけの地髄を独り占めしようとしただけじゃねえか。この鉱山はもともとあたしたちの縄張りよ。甲府たちが一生懸命働いているとき、あなたたちは何をしてたの。食って寝るしか能のない豚どもが人様のものに手出ししようとするなんて、この恥知らず。恥知らず、飢え死に仕掛けてるのに恥知らずだと。分かったぜ、俺たちが全員死ねば食いぶちが減ってさぞ嬉しかろうや。まったく話にならないわ。まあよかったわね、おかげさまで鉱脈全体がロボットに占領されてどっちのものでもなくなったじゃないか。へへ、ああ、鉱脈は諦めた。だが忘れたか、玉を込めた物が今誰の手にあるのか。何するつもり。警告だよ、遅延が近くに。遅延遅延とうるせんだよ。奴らは今スバローグの手下とやり合ってんだから、お前らをかばってる暇なんかねえぞ。体に穴が開くのが怖かったら持ってる物資を全部出せ。あいつらやるつもりよ。あの甲府たち武器を持っていないはず。おのれ。それらを救いましょう。私も行く。あいつらの好きにはさせない。おっと、これはまたどちら様で。ここが誰の縄張りか知らねえのか。お黙り、少なくともあんたたちのじゃないわよ。さ、全員でかかってきな。この機会はこっちは急いでるんだから。うちのとっておきを食らえ。即戦即決で行こう。ゼーレ、よく来てくれた。もう少しで。ザ子供が、
あんたたちが無事で何よりよ。そうだアントニア、ボスを見かけなかった？オレグさん、彼なら人を連れて行動に向かったわ。侵入してきたロボットを駆逐するって言って。もう随分経つわね。遅延がいない隙に乗じてチンピラどもが暴れてるのよ。やはり問題点はスバローグのロボットね。このボスについて話す必要があります。スバローグはシルバーメインが離れた後に突然現れ、すぐに仮想部の一部を制覇した。彼は人類の守護者を自称してるわ。主のない全てのロボットは彼の命令に従う。そして炉心を占領して誰も近寄れないようにしている。どうしてこんなことをするのかは誰も知らない。スバローグは滅多に炉心を離れないけど、仮想部のどこかで騒乱が起きれば彼はそこに現れるわ。ロボットを支配する人類の守護者？そんなの聞いたことない。へえ、あんたたち喧騒者も全知全能ではないのね。二人ともいちいち険悪にならないでよ。先に目の前の問題を解決して。コークの行動が危ない状態みたいだけど、中には入れるの？まだ山火事を見つけていません。そうね。でもボスに用があるんじゃなかったの？ポンコツなんか怖くないんだから。おお、もしかしてゼーレに実力を認められちゃったり？正直なところあんたたちの腕前は悪くない。遅延の者がみんなあんたたちのように戦えたら、スバローグに抑圧されることもないでしょうね。アントニア、採掘チームを入り口まで連れて行ってナターシャと合流できる？問題ないわ。ゼーレたちこそ気をつけて。この先にはロボットがたくさんいるはずだから。完全に塞がれちゃってるね。どうする？この校舎をドカーンってしてみる？待ちなさい。これは採掘チームの資産だから勝手に壊すわけにはいかないわ。直す方向で行きましょう。そう言われてもどうやって直せばいいの？仮想部の人間なら校舎の構造くらい知ってて当然。私が見てみるわ。本体とシャーシをつなぐプラグと後ろの輪軸ベアリングが壊れてる。きっとスバローグの手下の仕業ね。交換できる部品を探さないと。本当に時間の無駄。良き友人、何か探し物ですか？チャーリーがお手伝いします。これ自分から飛び出してきたんだけど、壊れてるんじゃなかったの？ピピ、ノウハスキャンモジュールは破損していますが、手動入力検索機能は正常に作動しています。どうぞ探している対象物の名前を入力してください。チャーリーなら捜索を手伝うことができます。ふーん、そんなに自信があるならちょっと試してみよっか。入力画面は、あった。校舎のプラグ、校舎の輪軸、確認。これでいいの？ピピ、要求を処理中。ピピ、マッチング成功。紛失物品校舎のプラグの捜索を開始。ピピピピ、類似物品を発見。ホーム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。One extremely annoying shift later. やった、無事に直せた。なかなかやるじゃない。あんたたち全員温室育ちで力仕事はできないと思ったのに。出発進行。この鉱脈、これのために皆さんは。見て、スバローグ、大きい鉱脈。これほどの地髄見たことない。計算中。
平均採掘効率に基づき、この鉱脈はベロブルグのエネルギー供給を231日維持できる。誤差範囲は7日間。だが私をここへ呼んできたのは鉱石のためではあるまい。あなたの考えを言ってくれ、クラーラ。うん、スバローグに見せたかったの。たくさんの流浪者と甲府が怪我を負った。ここの人たちを助けてあげられないかな。双方の争いは止めた。採掘エリアもしばらく制圧が可能な状態。検討結果、30日間、突然の変数が発生しない限り大規模の衝突は起こらない。それは分かってる。でもクラーラはこれじゃ足りないと思うの。採掘チームも地縁の皆さんもスバローグの本当の思いを分かってない。みんなのためにもっといいことをすれば。私の使命は下層部を守ることだ。少数のサンプルから信頼を得る必要はない。人類の行為はいつも論理的な計算から逸脱する、クラーラ。彼らがここに現れたのがその証拠だ。セバローグ、前回のケリも一緒につけるわよ。遅延所属のゼーレか。あなたたちの抵抗に意味はない。下層部に残るのが最良の生存戦略。計算結果は明らかだ。またあんたは計算結果だの生存戦略だの、あんたのくだらない話を聞いてる暇はないわ。さっさと手下どもを引かせなさい。痛い目に遭いたくなければね。見ろ、クラーラ、このように過酷な生存環境においても人間は分裂し逃走する。でもスバローグ、計算結果を覆そうとする人間は下層部生存戦略の多大なる脅威だ。計算完了。結論は一つ。最も効率が良いのは武力で遅延とその仲間を屈服させることだ。この男は他のロボットより強く見えます。それにセンスのある着こなし。え、まさかここで引くつもりじゃないよね。あの赤い服の女の子はどうなるの。行くぞ、クラーラ。外部からの変数が出現したから計算をやり直す。炉心を守るものが必要だ。ミルズ、お願い、あんまり痛くしないで。そろそろ雑魚に飽きてきたところよ。ちょうどいいわ。付き合ってあげる。はあ、手強かった。スバローグにはこんな手下が一体どれだけいるの。たくさん。だから遅延も彼を放っておくしかないの。スバローグの勢力は大きすぎて私たちじゃどうにもならない。その女の子は赤い。クラーラ、気にすることないわ。いつもスバローグの後ろについてる子なの。スバローグは彼女を傷つけたりしないから。私も初めて会った時は理解できなかったけど、今ではもう当たり前の光景よ。さて、ボスを探しに行くわよ。その必要はない。よくやってくれたな、ゼーレ。さっきは四方から現れたロボットに襲われて長い戦いになると思ったんだが。ボス、みんなは無事？怪我したりしてないわよね。無事だ、とっくに慣れてるさ。ややこしいロボットの群れもいなくなったことだし、しばらくの間コークは平和になりそうだな。それで隣にいる者たちは。ああ、こいつらね。散歩がどっかから連れてきたよそ者よ。遅延に頼み事があるらしくて一緒に来たの。ほら、説明は自分でして。
あなたは主張ですか？あなたは見つけるのが難しい男です。初対面から生意気なやつだ。覚えておこう。で、こうまでして遅延を訪ねてきたのは何か目的があってのことなんだろう。上でそんなことがあったのね。面白いじゃない。これは今までにないことだ。遅延が地下のことでバタバタしてるときによそ者が手助けに来るとはな。お前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密といえば、ある人物を思い浮かべる。散歩のことですか？あの大守護者も彼よりはまともだよ。今の大守護者はペテン氏だ。言葉巧みに下層部を騙し、俺たちの命などちっとも気にしない。そこまで。これ以上大守護者様を侮辱するとは私が許さない。上層部の娘さんよ、耳障りかもしれないが、これが真実だ。信じられないというなら町の人に聞くがいい。この十数年間どう生きてきたのかをな。下層部の恨みは二言三言じゃ説明できないぞ、シルバーメインの小娘。だがここはお前の意思を尊重して、大守護者の話はやめるとしよう。では本題に戻って、俺が思いついた人物はスバローグだ。スバローグってあんたたちの敵じゃないの？地下のロボットがどうしてそんな重要な情報を握っている？敵？俺はそう思わんな。このお兄さんが言ったように、あれは冷たい機械だ。自分の計算しか信じてない。スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば俺たちのことなんか眼中にないのさ。奴はかの戦争を経験した古のロボット。古いものを探すならあれほどいい情報源はないだろうな。あなたは反物質軍団との戦争を意味しますか？うん、確かにこの世界は数百年前レギオンに襲われたことがあるね。ロボットは忘れることがないからな。スバローグでさえ性格の存在を知らないなら俺たちは力になれない。ならスバローグと会話のチャンスを作らなければならない。それかメモリーを渡してもらう。うちらで探してもいいし。どうすれば？俺たちもずっとヤツと交渉しているんだが、毎回拒まれていてな。ヤツは遅延は脅威だと信じ込んでるんだ。だがお前たちなら話が違ってくるかもしれない。まあ何とも言えんが、具体的な方法は明日にでも話そう。もう遅いし、お前らも疲れただろう。俺が手配してやるから町に帰って休むといい。また休憩なの？この世界の休憩にはトラウマが。それからシルバーメインの小娘、二人っきりで話したいことがある。いいか？